はい、今日は、ウェブカメラから、録画する方法についてね、画面をキャプチャーしながら、実際に解説してみました。その動画はこちらで見れます。見れるかな。ここをクリックしてください。ここをクリックすると、先ほど、公開した動画が見れるはずです。 YouTube はこんなこともできるんですね。なかなか便利ですね。ということで、ウェブカメラを使って動画の公開のお知らせでした。ではまた。